スノーマンメグロレン、インスタライブで伝えた大切なこと強さと優しさに満ちた真のある言葉。スノーマンのメグロレンが10月23日より個人のインスタグラムアカウントを公開。翌日24日21時から約1時間、インスタライブを配信した。同アカウントでの初のインスタライブは最大42.9万人が視聴。 アカウントが公開されてからインスタライブまでの期間ですでに139万人まで伸びていたフォロワー数だが、インスタライブ終了後には142万人。また翌日25日には150万人を突破。この結果だけでもメグロの群れを抜く人気ぶりが証明されている。アカウント開設に向けて、昨年末から今年頭にかけて準備を進めており、 鍵をかけたまま公開タイミングを逃し今に至ったことが配信の中で明かされた。アカウント公開後には一時停止になってしまうトラブルもあったが、夜までには復旧し予定通りインスタライブが行えることに。寝ている間に停止となり、起きたら復旧していたというマイペースっぷりがメグロらしく、対応に当たってくれたスタッフに対して配信の中でもお礼を伝えていた。